ブリーディング、それは一言で言えば難関。近年のロードに加わった新たなる工程、以前は全て固体のパーツ、そこに油圧ブレーキ用のオイル、液体が、これを飼いならすのは厄介だ。はい、どうもこんにちは、笹野林業でございます。ロードバイク歴は10年以上、趣味でですね、サイクリングとかロードのカスタムバラカン、そんなことをねやってます。最強最高 S ワークスディスクロードを組む、その第5回目は今から心配ブリーディング。もう何回もやってるだろう。いやいや、今回はシマノじゃない、スラム。スラムはオイルの種類が違う。そう、ドットオイル。え、シマノ系のミネラルオイルと何が違うって。主な違いはこんな感じ。なんていうか、ドットオイルの方が単価が安いってだけでデメリット多くね。特に塗料や金属を腐食させるって、取り扱い注意。そしてここ日本では気になるデメリットが、吸湿性。ドットオイルは浸水性が高いので、多湿な日本、きちんと定期的な交換が求められそうで、今回購入したドットオイルはこいつ、 EGMTB の非純正ドット 5.1。 一応自転車用ですが、ドットオイルのメリットは入手性、自動車やバイクのものでも使用可能とのこと。頻繁に交換するなら将来的には汎用品で運用したいですね。それでは早速ブリーディングをやっていきましょう。まずはこれ、ホースの設置。セミ内装式ということで、すでに取り付けてしまっていますが、どうしてもホースが入れにくい時の裏技、これ、どこのご家庭にでもあるシフトワイヤー、こいつが使える。ブレーキホースはいわばアウターと同じ、硬くて通しにくいアウターケーブルもワイヤーをガイドに挿入することができます。意外とすんなりいけますので、ぜひお試しを。お次はこれ、ニードルとオリーブの設置。キャリパー側は基本的にはシマノと同様、ボルトを入れてオリーブ、そしてニードル挿入ツールを使ってニードルを入れます。後からでもオリーブやボルトは入るんですけど、ニードルによってホースが膨れちゃう時があるので、事前に入れておいた方が安心ですね。で、ここでニードルを入れて、で、ちゃんとはまるようにゆっくり挿入していきます。変に曲がらないように、この辺は慎重にいきましょう。よし、こんなんでいいかな。これで OK、 垂直にこういうカチッと、で、ボルトを締めていく。挿入して、これ以上いかないですね。で、これ以上いかないところでボルトをゆっくり締めて入れていきます。そうすると中でオリーブが圧入されるっていうこと。なるべく負担がかからないように手で締められるところは締めて、8ミリのスパナで締めましていく。これで OK。 キャリパー側はシマノのそれと同じ。ではレバー側は、レバー側も同様にボルト、オリーブ、ツールを使ってニードルを挿入。油圧ディスクになってかなり繊細な作業が求められるようになりましたよね。よし、これで OK。 ちょっと、いや、だいぶ形状が面白くて、シマノと違ってレバーに直接ボルト穴が切られてるわけではなく、接続用に稼働するホースがついてるんですね。こいつはここ溝が切られてるので10ミリのレンチで固定できます。こちらにはめていきますが、レバーは取った方がやりやすいですね。で、少し余裕を持たせて、ちゃんと垂直になるように挿入していきます。ここがねずれちゃうと大変なので、手ですんなりね入るまでしっかりやって、ここまでいったら固定ですね。じゃないと力が入らないですね。これで平行になって回しやすくなりましたね。10ミリのレンチで止めると、8ミリで締め上げていく。これで中に元に戻してあげれば完成ですね。リアも同様に処理していきましょう。通りましたらブリーディングなんですが、調べるとシマノ式とスラム式があることが判明。僕が今までやってきたのはシマノ式、 STI にロートを設置するやつ。これだとオイルが表面に露出しているので、漏れとか溢れ、そんな心配がありましたが、スラム式だと2本の注射器を使用します。また新しい EGMTB のブリーディングキットだと、こういったブリードボルト接続パーツが金属なんですよね。これだとしっかりはまります。オイルブッシャーが恐怖な僕、今回はこのスラム式を採用。片方の注射器にドットオイルを飲み込ませ、もう片方は空にしておく。空の注射器はレバー側、シマノとほとんど変わらず
ブラケットを外すとここにブリードボルトが。ただしスラムは面白い。ブリードボルトが星型トルクスなんですよね。ブリーディングキットにはトルクスの工具もついてる。安心。レバーのブリードボルトを取り外して、このままボルト穴に取り付けます。これならロートからブッシャーってこともありませんからね。ギュッと、これで OK。 スラムライバルのブリードボルトはここ、ここからオイルを入れていく。ここがブリードボルト。スラムはブリーディングにかかるところは全部トルクスみたいですね。なくさないようにマジで注意しないと。でこちらにドットオイルを充填した注射器を挿入して固定すると。挿入するときはグッと上に上げれば空気が上がりますから、これを押し込んでいく。入れていくとどうなるかやってみます。お、押されて上から出てきていますね。お、こんな風に上がってきました。ゆっくり丁寧にやりましょう。泡がなくなるまで押したり引いたりを繰り返します。なんとかなればいいんですが。おまじないレベルですが、レバーを叩いたりキャリパーを叩いたりもする。ひとしきり抜いたらブリードクランプをロック、でキャリパー側のクランプをロック、念のため引いて給油器を外してブリードボルトをセット。よいしょ。でこのままボルトを外せばだれてこない。ブリードボルトを戻す。よいしょ。これでがっつりできました。まあどっちもどっちって感じでしたが、島の式もスラム式もめんどくさいのには変わらないですね。それでは同様にリア側もやってブリーディング完了といきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。フロントを例にブリーディングしてみましたが、基本的にはスラムもシマノも感覚としては同様。やっぱり気泡を消滅させるのは相応の時間がかかる。注射器を2本使ったスラム式ということですが、実際の工程作業感としてはシマノのそれと一緒。注射器とブリーディング部分がバチッとはまっていれば漏れ出すこともないので、それが安心か。いやー、何度やっても慣れないこのブリーディング、自分にとっての最後の関門はこれにてクリア。いよいよシフトやブレーキ調整、そして試走、ついにゴールが見えてきました。ということで今回は以上です。笹野林業はですね、皆様のロードバイクライフを少しでもサポートできるように、これからもエールドな動画を配信していきたいと思います。それではまたの動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。